修理って、まあ、要は修理って何をもって修理とするかということなんですけどね。結局、要は現状回復するかどうかというのがまず一つの、まあ、キーワード。あとは、まあ、もちろん、機能を回復するっていうような感じですかね。もちろん、機能をプラスにしても、修繕費という形にできるものはあるんですけども、まあ、例えば、具体的に言っちゃえば、手すりを直したとかね。あとは、カメラつけるだとか、今だと、宅配ボックスつけるだとかね。あとは、当然、いわゆる、階層クロス貼ったとか、ね、カーテン直したとか、壁張り替えた、壁直したとか、守り直した、そうですね、よくある LED 蛍光灯 LED 車とか、そういうのありますよね。そういうのは、まあ、基本的には、まあ、修繕という形になるんですけども、まあ、よくご存知の通り、大体、あとは金額によるっていうのが一つの考え方ですよね。ただ今ね、ちょっと申し上げましたように、基本、直すもの、機能回復、まあ、あと、付加価値つけたとかっていうのは、あとはその金額が一つの基準になるっていうのが目安なんですよね。だから、いっぱい言われますけども、まあ、10万円以下のものだったら、もう全額修繕費で経費にしちゃったりしますし、まあ、あとは20万、まあ、10万円以上、20万未満のものであれば、一回、その資産計上して、単年で均等で償却するとか、あとは20万超えたものは資産計上しちゃうとかっていう、まあ、一つの目安はそういうのがあるわけです。じゃあ、金額の中で、機能、さっき言っちゃって言いましたけども、現状回復なのか、その機能をプラスした、まあ、これ、業界用語で、資本的支出とかって言うんですけども、機能をプラスしたようなやつとか、まあ、あと、その修繕であっても、金額がでかいもんですね。例えば、40万だ、50万だとかっていうと、資産計上しなきゃいけないとかってなるんですけど、でも、変な話、台風で屋根が壊れて、瓦直した。で、元通り直して、それが例えば40万円かかりました。いや、3年20万超えてるから資産計上するかとか、そういうわけではないですよ。やっぱりそういうのは、現状回復のものですから、当然、修繕費になるんですけども、金額、ここで60万っていうのがまた一つの目安なんですね。60万未満のもの。で、あとは60万超えたとしても、例えば前の年にね、取得したものの、例えば300万でね、取得した資産で、まあ、そんで、あ、300万であれか。例えば1000万で買ったものが、まあ、例えば90万修理代かかりました。でも、全体の金額らしたらあんまり大きくないですから、そういう、例えば、取得金額の10%相当以下のものは、まあ、金額基準で、経費にしていいっていうのがあるんですね。まあ、もう一回言いますと、要するに、金額かかっても、20万超えても、その一つ目安が60万未満。あとは、取得価格の、まあ、10%。まあ、相当ってね、用語では載ってるんです。まあ、1割未満以下以下。そういったものであれば、修繕費として、計上していいですよっていうルールはあります。はい。現実無常はそんなに変わんないと思うんですけどね。結局、物を見て判断するってのもありますけど、あとは、仕様書とか、まあ、請求書とか、そうなるので実際判断しますから、だから、まあ、よくやるんですけど、よくやるっていうかね、僕らはダメだって言うんですけど、例えば、50万工事かかったやつを、その経費で落とせるからなんですね、その10万以下にして、毎日請求書を分けてみたりとか、そういうのはね、ダメなんですよ。というのは、要するに、まあ、一体として、一つの工事の一体として見ますから、まあ、そういったところで、そういう、まあ、小手先のことはやらない方がいいですよ、とか、やらないでほしいなっていうのはありますね。ただ、まあ、そうすると金額の基準で言うと、ね、まあ、不動産オーナーから出てくる大規模修繕ですね。その何百万ってかかるようなやつなんかは、じゃあ、全部資産にしなきゃいけないのかっていうと、まあ、それも、実は、まあ、建前上ではそういうふうになってるんですけど、まあ、建前っていうかね、まあ、実務上は、やっぱりその明細書とか、見積書とか、請求書とかから見て、細かく区分して、まあ、これは、修繕相当分ですねとか、現状回復分ですね、あとはこれはまあ資産ですねとかって言って、分けて、まあ、資産、いわゆる資本的支出、資産計上するものと、修繕費、経費にするっていうふうに分けるっていうのが、まあ、実務的な、取り扱いのやり方ですね。はい。これもね、よく言われる話ですけれども、別に、いいんですよ、経費にしても。ただ、全額ではないわけですよね。要するに、事務所、まあ、例えば自宅兼事務所したときに、事業用としてどれだけ使ってるかっていうのが重要になるわけですよ。で、それは、じゃあ、どうやってやるかっていうと、まあ、面積を出したりとかするのもあるんですけど、まあ、あとは大体、例えば概算で全体の、まあ、2割ぐらいとか3割ぐらい、会社、そういう事業用で使ってますって言った場合に、例えば2割って決めた場合は、その2割を経費にすると。だから、その自宅で、例えば、その、
直す部分があったときは、そのうちの 20% を経費にするというのはやりますね。ただ、例えばですよ、例えば事業用で使ってる部屋がありますと、その部屋のそこだけをちょっと直したとかっていうんだったら、それはね、経費にしても、全額経費にしてもいいと思うんですけどね。まあ、だからその辺は逆に微妙なところっていうのは、まあ、税理士さんとかに相談してみるっていうのも一つの手かなとは思いますね。まあ、要は本当実態が大事ってことですから。はい。